いねえじゃん。おいおいおい、一人で組んでるんですか。一人で組んだのお前。これ全部一人で組んだ、はい、これ全部一人で組んだ、はい、お疲れ様です。あ、人なんかじゃん。ケンちゃん楽しそうにしろな、まあ、体動かしてちょっとリズム取っとんな。そうっすね。何の手なんで、なんかなんか今日かなんか耳に変なのつけてます耳に変なのつけてます最近こういうスタイルなんですよ。だんだんおかしくなってくるから、ちょっと AD だから AD だから AD AD って何だろう。アシスタントディレクターじゃない。アシスタントディレクターか、はい、アダルト DVD。 アダルト DVD 一人で来るのもこれ、はい、ない、はい、そう。まあ、だけど残念だけど俺さっき伝説の男ケンちゃんっていう男に絡まれたで、はい、ちょっとお前いじめてから帰ろうかな。やばいっすいや組みながらでいいよそうなんでいいって俺ちょっと喋りかけだよ。いや結構いろいろ俺も持つもんがあるもん、大変なんだ割りを測るのせいです割りを測る進めながらでいいよ。あ、こうやって何全部スケールで測ってやっていくんだね。そうですね。俺もこれで今日2件組むか。あれ1件バラして、あれ2頭バラしの2頭組み立てっす。で4人5人、あ、もう4人、5人っす。5人か、まあ、ケンちゃんどこさんだろうな。 あいつ偉そうにしょったりしてるな。いやいや、めっちゃ使います。あ、助かります僕。あ、どこだろあいつ。はい、あいつどこだろ。いやいや、いやよ、ちょ、やばいっす。どこ使ったるから動画見で俺が行ったとこだけカットするからそう、俺がどこだろってお前がどこって言った瞬間だけケンちゃんどこだろ行ってごらん。ケンちゃんどこだ。あ、俺全部上がっとるんだ。あ、物のこんでレベル見てっとるんだ、ざーっと。はい、まあ、戸建ての、これ民間のな、あれのレベルってもう正規使えよ、適当でいいっす。レベル使えよとかバカだよ、レベル使ったら適当でいいっすな。はい、だって2段しか組まんねん。はい、これ20メートルぐらい上まで組むとレベル見たからね。はい、笑っとんの笑っとんの。ごめんなさい。別に誰とやるは関係ねえからね。お前そんなにそれこそ喋ったら使われるぞ。あ、そう。名言だね。いや、いや、僕が誰とやるは関係ないぞ。お前には。まあ、確かに。あ、緑にやな。関係ないです。俺には。あります。あるんだって。一応やった人は報告。嬉しいけど、およかやから。わしがわからん。報告心とかじゃない。報告心とかじゃない。俺、ちゃんと一致しました。そんなことまで。一致しましたって。あれどこ行った？材料取りに行きました。なんか一人でこれ組んで材料全部自分で配ってたよな。すごいですね。すげえ な何時からやってたのな。だってまだ12時前だもんな。はい、入場みたいですよ。入場みたいです。入場みたいです。入場って何？入場っす。入場入場ってなんかあのお前の連れじゃないんだよ。いや、入場っす。あの、そうに父の嬢で入場です。父の嬢じゃないの、入場って違うな。入りの場だろ。あ、そうです。入り場だろ。入り場父ってお前、父ってお前あるだろ。牛乳の乳だろ。ボケたんです、多分ボケたのそれ。はい、わかりづらだから数字伸びないんじゃない。はい、あ、まあまあ、数字伸びなくてもいい。はい、じゃあ面白しくない。お前いじめることが最高の楽しみだもん。いや、僕の世界なんで。あ、僕の世界です。そう、俺の世界についてこれないやつはついてこんでいいよって。そうっすね。爆走が爆速。そう、やっぱ集中できないですか、撮ってたら。ん、撮ってたら集中できないですか。集中できん。邪魔。私が、お前は邪魔。あ、来ました。はい、お待ち。ありがとうございます。よしよし、よし。そう、もうこの一人ずっとやってくの、お前。はい、一人ずっと最後まで組んじゃう。はい、競り上げまで。もう5分でもバラ終わってくんだろ。あ、競り上げは手伝ってもらう。競り上げあと全部一人でやっちゃうんだ。はい、はい、かっけーねー。まあ、そういう路線狙ってるの。あ、そうですね、やっぱ。あ、そこ狙ってるの。仕事のかっこいいさのかっこいいじゃないですか、やっぱ。あんなか、カンタみたいな顔じゃないですか。カンタもかっこいいと思わんすけど、やっぱ昔から見てるもんで。はい、あんなやつ、俺の方が全然かっこいいでしょ。はい、間違いないです。男として僕の方がかっこいいっす。実は、はい、お前なんか子供に見えてきた。
だ幼稚じゃないです一番意識してるやつだろ、あれって言ってるやつだろ一番あいつがイケメン意識してるだろ。いや、してないです、してないです。いや、だけどそのああ顔がかっこいいとじゃあ性格がいい、どっちがいい？それだよ。まあ確かに。パンダ性格悪いからあいつめちゃくちゃ悪いから本当に。地元でも有名なぐらいです。ちょうどいい。え？ちょうどいい。いや違う違う本当なんですよ。地元で結構有名なんですよ。あいつは性格悪いって。一番あいつのライバル視してるじゃん。なあ。なんかお前がかっこ悪いんだけど。いやライバル視してる。いざライバル視してる。うんやばいっすよ。どうでもいい。あのやつどうでもいい。どうでもいいっす。興味ない。俺は俺っすね。俺って言われなんかごちゃごちゃ言ってるよ。もうすいません。いや笑えるんだけど、割にあいつの数字超見てるだろ。数字どんだけ言っちゃうか見てるだろ。寺の見とるやんこいつって言って。いや、カンタの子供のサムネを使って僕出たら多分絶対飲みますよ。本当のサムネ詐欺っすけど。だからお前寝る前にそこまで考えとん。くそーって。仕事はようやるのも確かな。はい。だからもう何イケメンには絶対負けん。負けんすね。逆にお前らの足場対決みたいな。あやりたいです。やりたいな。やりたいです。絶対負けないですよ。逆に面白いな。はい。一人でやれるのかな。2対2になるのか。あ2対1の方がもう実力出るじゃん。でも材料上げるやつとかで変わるじゃん。ああそれは同じ人を使って。そうだよな。はい。地組み対決がいいかもしれないな。あそれやろうか。それやる。やりたいですね。それやる。絶対勝つですけど。あなんかやらんでも分かっちゃうです、結果が。結果が出る、そう。で、ね、そんなに簡単なこと許せんの？許せんっすよ。お前言っとるやん。数字を持ってるやつは嫌いですよ。数字を持ってるやつは嫌い。マジ？はい。じゃあもう勝負ってことでいい？いいっす。こんなの聞いて。いいっす、いいっす。マジ？本気？本気っす。まあ、じゃあぶちのめっすよ。マンジっすね。マンジっすね。リュージュ、リュージュもやった。リュウジ君はもう相手にならないんで、腹から、腹から押せ、はい、あいつなんか、はい、嘘トシ君早いんで、あ、嘘、いや4人で対決いいな、1対1対1対1で、あ、そうっすね、しかももう、あの、その、材料上げ係なし、はい、で自分たち地組み競争、あ単純にまあ、レベル、まあ、なしで、ね、はい、あレベルやっぱありの方がいいっす、ありの方がいい、4人で、取材置き場で、はい本当にガチンコ許さん絶対勝てます。許せんなしいわ、はい、イケメンがどうもお前と誰が勝つの？爆速さんですかね。うわ優しいなあいつ ね一番人が良さそうなの。人が良さそう、うん、4人だからカンタ君ちょっとお前ちょっとお前地元一緒に来てやっぱ飲み会とか来るの分かるよあいつ。俺飲み会とか来るとすげえオラオラだからあいつ。あそうなんですか。はぁとか言ってもう 酒癖も悪いしはぁとか言って、はい、常に、はい、一番顔がかっこいいわカンタ君もう慣れてんのお前嘘もう絶対足場対決でコテンパン行かすボッコボにしてますよあいつ。嘘視聴者の全国の放送の前で、はいやろうか。やります。もし面白いなこれな。はい。白熱するぜ。はい。あ、行きましょうか。続きをちょっと楽しみにしてください。はい。サイト、分かった？求人マッチング。ここも600社、700社超えて、今募集はね、今日見たら300社ぐらいだな。朝見たら。はい。300社求人も出して、まあ登録が600社、700社で、今度ねあれ企業側から職人にアプローチする。はい。うちでこんだけ払うから働いてとか。そういうプロフィール更新して見えるようにしようと思ってますので、はい、そっちの登録とあと外壁塗装のマッチング、まあ、これはもう6月オープンか今動いてますのでぜひそちらの方の登録もよろしくお願いします。カンタとリュウジとトシ君に一言。ザコのみんな。ザコのみんな。ザコのザコのみんなって言った今ザコのみんな長者じゃないですよ。カンタ3人だろ。そうそうですリュウジトシ君。じゃあリュウジって呼び捨てにしろよって。おいリュウジトシ君にも確かに返す。確かに返す。田中田中田中ってもっと大きい声で田中やるぞ。やったる。やります。ぶつぶしたるあいつら。やります。楽しみに。